この番組には台本がありませんし、もちろん今日何喋ろうとかも決めずに始まるんです。で、二人で喋っていったら、ちょっとしたこのしょうもない言った一言とかダジャレとかから広がって、時にはこうドラマのようになったりとか、時にはこう報道番組のようになったりとか、それはありません。自分たちでも何がどうなるかわからないんです。で、カメラ止まって終わった後に、今日何が、なんでこうなったとか、こう大笑いしながらやらせてもらうことがほとんどですというか、全部ですというか、はい、全部です。で、こんなに大笑いしてるんですけど、私、時々ふと我に返るんですね。めっちゃ尊敬してる、友近さん。学生の時に大笑いして、こんなすごい人おらへんと思った友近さんと、こんな二人で間近で で、なんか急に思う時あります。てか、本当にそうなんです。はい。自分で何が言いたいのか とにかくそういうところも気にしていただいて、ぜひご覧ください。気にしてでもいいですけど、どうぞ。でん、ててててててん。でん、ててててててんてん。はー。新しくお店に入った、名前を自分で自己紹介して。おねこと申します。おねこやって。珍しい名前やから、すぐ殿方にも覚えてもらえるわ。よろしゅうに。おねこ。おねこと申します。うなぎもさばいてもろて。うなぎをさばくのが私の使命です。息のええうなぎや。串で刺して、ここ何日も連続でうなぎ焼いてるからな、手つきも良くなってるわ。すみません。焼きはほんまに難しいからな。クロスや。焼いていって、うまいこと形になってるわ。これをやるために修行来てますか。やってんね。はあ、匂いや。有田焼のお皿を選んで盛り付けを始めましょう。お猫は芸だけやなくて、うなぎも作れるんやいうところ、殿方に見せたら人気出るで。ありがとうございます。秘伝のタレは祖父のずっと。私もレシピ知らんかったからね。最後にタレをかけて、うな重の出来上がりです。週末早々いろいろ教えてもらってすみません。いけるわ。お茶あったかいのでよろしいですか。もちろん。あー、ええ匂いや。焼き具合もええし、骨の処理もちゃんとできてる。皮もパリパリ、中はふっくら。これは食べてみてからやな。すみません。いただきます。そうか、不動産屋さんに行って店舗を借りて、1階2階
店持つ準備しますか。赤見さん、僕側ですか。お前はお猫や。すまへん、すっかりうなぎさばいてたら自分が男になったような気になってしもて。男勝りやな、お猫は。これはすごい。これを作ったシェフの顔が見たいって殿方が言うのが目に浮かぶわ。失礼します。このうなぎを焼いてお出ししたのがこのお猫と申します。おお、お猫ちゃんが焼いたんか。皮はパリッと中はふわっと。あら、昨日今日で勉強したやつには出せん味やな。ありがとうございます。まあぜひゆっくり召し上がってください。てなもんや。てなもんや。これうなぎをね、さばくね、これ一連の流れが私見るのが好きなんですよ。もうずっと見とれる。もう昨日も見たし、おとついも見たもん。飽きないんですよ。飽きない。ねえ、飽きない。砂時計いいうもんをひっくり返して、その上から下に落ちる砂を見ながら人生を考える。これが砂時計なんや。ゆりちゃん、ひっくり返してみるか。うん、どうやってひっくり返すやろ。トライや、トライ。トライ？トライって何？外資というか舶来のもんの言い方やねんけどな、挑戦するいう意味もあるんや。じゃあ私もトライしてみようかな。いくで。それ。まあもう難しいことやない。私も砂時計みたいな人間になりたいわ。どういうこと？砂時計みたいに細い穴からスルスルスルって抜けていくような人間。どんな隙間でも根性あったらいろんな世界でやっていける、そういう意味合いもあるかもな。せやけど今はこんな時代やろ。私はやっぱり心の中で思っとくだけにするわ。家の手伝いもせなあかんし。結局そんなふうな気持ちやったら変わらへんで。そらとも姉ちゃんの家は私の家と違って裕福や。うちは貧乏やもん。裕福とか貧乏とか関係ない。裕福は裕福なりに悩みだってある。毎日お芝居見て、歌舞伎見て、浄瑠璃見て、はあ、またこの繰り返しか。でも外から見たらえらいもん見えてる、えらいもん着てる、そう思われるかもしれへん。ああ、でも毎日が同じ繰り返しや。そうかな。私もとも姉ちゃんの家にもらわれたかったわ。今自分が置かれている環境に感謝や。よう分からんけど全部トライやな。そこにつながってくる。ああ、よしおくんとはどうなったん？よしおさんは、よしおさんはもう働きに出てます。そろそろいろいろ呼ばれて遠いとこに行かなあかんと思います。遠いとこって？ロシアです。ロシアは九州から見える。そうなん？全部つながってる。近いんや。遠いようで近い。近いようで遠い。あんたの人生は砂時計と一緒。私の人生は砂時計。細い穴からスルスル抜ける。いろんな穴を通りすがって、その通り道をみんなが見守ってくれてる。砂時計ってこうやってじっと見てまうやろ。ってことは自分では気づいてないけど、カリスマっていう意味わかるか。カリスマ？スマでなんかするんか。神戸の？うん、仮の住まいということや。
家を借りるっちゅうこっちゃ。そう、でも今はもう分譲の時代。分譲、分譲ってあ高いやって思うけど、結局家賃を払うって考えたら賃貸より分譲の方がお得な時がある。そしてもういいやと思ったら人に貸せる。結局戻ってくるんや分譲やな後にユリは不動産業に勤めるのであった。そこに来たのが。いらっしゃいませ。ユリが。はい、お会いしたことありましたっけ。ないです。中で